久保さんもなんかいいやってるみたいじゃななですかへなんかん撮影してきたんですか珍しいですね <laughs>。何をかますのか <laughs>。そうですね、まあ、僕ね、あのまあ、直近でね今日の夜ぐらいから公開していこうかなと思うんですけどあの椅子を、ね、新しく買ったんですよ、椅子を。まあ、こういういちょっと、まあ、もう独立して4年経ったんで事務所のいろいろ変えたりとかしてるんですけど新しい13万円ぐらいで新しい椅子を買いまして。 で、その前使ってた椅子を、あの話をね、そう、金麦研究所メンバーっていうメンバーシップでお酒飲みながら、椅子買いましたね、みたいな話して、で、欲しいです、みたいな人出てきて、じゃあオークションします、みたいな。そう、何人かいて、オークションしますね。Y クっていう Y ク <laughs> 椅子。これどうすかね、まあ僕ね、あの、もともとハードオフで売ってこようかなと思ってたんですけども、 あの、情報ビジネスとすごく似てるところがあって、ハードオフって。いつも僕はハードオフ、昨日もね、昨日か、昨日もね、新しい炊飯器買ったんで、古い炊飯器売ってきたんですよ。で、あとドライヤーも売ってきました。だからもう入れ替えたら全部ハードオフに持ってって売ってくるっていう。久保さん、炊飯器いくらだと思います炊飯器。炊飯器。多分ね、当時ね、4万とかで買った炊飯器なんですよ。三万、3万か4万くらいで買ったんですけど、 2014年製ですね。いくらだったと思います買い取り金額。ちょっとびっくりしたんですけど、200円でしたね。<laughs> で、ドライヤーが50円で,で、ドライヤー多分ね、1000円ぐらいで買ってるんですよ。<laughs> まあ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 、あの、なんか言われたのが、ちょっと2014年製だと古いんでって言われましたけど、まあ買い取っていただきましたけど、で、ハードオフ行くと、まあ、ジャンク品っていっぱいあるんですよ。でもね、ジャンク品をね、あの壊れてるやつなんですよ、それって。 壊れてるやつはだから動作が未確認だけどそれをね輝かしてね見てる人が多い見てたりするんですよまあ、何かっていうとその人がいらないものだったとしても誰かにとっては必要なものだったりするわけですよ情報も一緒です自分はいらない情報だったとしても相手にとってはいる情報だったりするわけですよだつまりやれってことなんですねやらないと何も分かんないってことですその過程答え <laughs> でもね、ハードオフ行ったらね、答えあると思うんですよね。ただそれが情報に変わってるだけなんで、なんなのいらない、いらない情報がたくさんあって、そのいらない情報をね、目輝かして、有料で買ってるわけじゃないですか。<laughs> まあこれは僕の情報商材完全バイブルにも最後、後書きでね、後書きで情報とは何なのか、情報商材完全バイブルという本を出しときながら、なんだ、情報商材はクソだって書いておきますからね。<laughs> すごいファンキーな本ですよね。 情報商材完全バイブルとよく聞きながら、クソみたいなね。情報商材はクソみたいな。言ってらっしゃる。